キャリアコンサルタント国家試験の概要についてお話をしていきます。キャリアコンサルタントの国家試験の概要です。試験は学科試験と論述、ごめんなさい、学科試験と実技試験の2つに大きく分かれています。そして実技試験の中に論述試験と面接試験があります。実技試験は 論述と面接両方合格して、初めて実技試験の合格ということになります。そして、学科と実技は、例えば、両方一回で受からなくてもですね、学科だけ受かったという方は、次の試験の時に実技試験をだけ受けるということもできますので、学科と実技はそれぞれ受けることができる。 ただ、学科実技両方合格しないと、キャリアコンサルタント合格にはなりません。はい。で、学科試験は4試択一で50問でマークシート形式です。はい。で、実技試験の方は論述は論述式の回答をしていく。そして、面接の試験というのが、まあ、これ、国家試験としては特徴的かと思います。ロールプレイと口頭諮問と書いてありますけれども、 実際に面接官の前で、試験監督の前で、面談をやってみる。実際に相談者役の方が試験会場にいらっしゃいますので、その方を相手にして相談業務を実際にやってみせるというのが、このロールプレイの試験です。ロールプレイ15分終わった後で、試験監督から質問が投げかけられます。その質問に答えるのが、口頭指問という、要はやりとりですね。 これらが面接試験ということになります。で、このキャリアコンサルタントの養成講座を受けられる皆さんが、面接試験について大変心配をされるんですけれども、養成講座の中でしっかり時間をとって、ロールプレイの練習はしていきますので、あのー、必要以上にね、心配されることはないということが言えます。2023年度の試験日程についてのご案内です。試験日程。 今、試験はですね、年3回行われています。年3回あります。ですので、非常にチャレンジしやすいかなぁと思います。この後行われる。この後申請が間に合うという意味では、第23回があるんですが、これが来年の2023年の7月の2日の試験になります。で、えー こちらはですね、実務経験がある方、実務経験3年以上ある方は、直接この第23回の試験に申請をして、試験を受けることができます。で、皆さん今回ですね、キャリアコンサルタント養成講座の4、5、6月生についてご検討いただいていると思いますけれども、皆さんが目標とする試験は、第24回試験になりまして、試験実施日は2023年の11月の5日。 これが学科と論述試験です。そして面接試験は、面接試験として別日程が組まれていまして、2023年の11月の11日以降ということになっています。これはですね、あの申し込みの方の人数によって、日にちは少し変わったりとか、追加されたりすることがありますので、皆さんご自身で、ね、あの試験受けるという段階になったら確認いただきたいんですけれども、 現時点ではこのように発表されています。そして第24回試験の合格発表は2023年の12月の18日というスケジュールが出ています。そして第25回試験も発表されています。こちらは2024年ですね。2024年の3月の3日の試験ということになっています。はい。で、皆さん気になると思うのが 学科試験、実技試験の合格率ですね。まず学科試験の合格率です。第1回、これ2016年の4月から直近、つい最近ですね、2022年の11月にあった第21回の試験までの合格率を表したものです。まあ、棒グラフと折れ線グラフになっていますけれども、折れ線グラフの方が合格率を示しています。 で、かなりまあ変動があるようにも見えまして、学科試験は第4回と第9回の試験が著しく難しかったですね。合格率が一気に下がっているのがわかると思います。ただ、まあ、その後を見てみますと、だいたいですね、60%ぐらいのところで推移していると言えますね。直近の第21回の試験も、 合格率学科は61.7%。こんな数字でした。はい。そして実技試験どうかということを見ていきましょう。実技試験の方が安定して、特段難しい回があるということではないですねで。こちらもですね、直近の第21回の試験は57.7%という数字でしたが、概ね60%に近いところで推移をしていると。 いうのがあ、合格率の推移ということになります。はいまあ、先ほどの、まあ、試験区分でですね、受験概要のところで面接試験があって、これがのかなり特徴的で、養成講座入られる方が皆さん心配しますよっておっしゃってましたけれども、実は合格率で見てみますと、あの実技も学科も いずれも60%ぐらいということで、一発合格ですね。両方一度に合格した方というのも、まあ50%近くの方は合格している。半分の方は、半分近くの方は、一回の一発の試験で合格を勝ち取ってらっしゃるということですので、まあ、国家試験としては非常にチャレンジしやすい試験なのではないかなということを感じています。